にちは、ゆずきです。はじめまして。今日はこれを作ります。じゃじゃーん、鶏の唐揚げです。とってもジューシーに仕上がります。今日は私の誕生日、私の好きなものを作ります。食べる前に作り方をお見せします。でもその前に、乾杯しましょう。どうぞ。乾杯。おいしいね。じゃあ始めましょう。片栗粉、生姜、にんにく、卵。みりん、醤油、キノーラ油、忘れたとこだった。鶏肉、まずはにんにく、生姜。どうもすみませんでした。困ったもんだ。よく怒るんだよね。もしあなたも押してくれるならとっても感謝します。え、よし、まずはすべてカットするために包丁を握ります。それでは、忍びの術は難しいので違う術を教えるので引き続き見てね。まずはニンニクと生姜の皮を剥きます。使いやすいすりおろし器を使って2つともすりおろしていきましょう。包丁やフードクラッシャーでも OK です。中ぐらいのボウルに2つとも入れましょう。カメラの使い方を忘れた状態でチキンをカットしましょう。チキンはこれぐらいの大きさで5センチ、6センチぐらいかな。カメラの使い方を勉強した後に、酒、みりん、醤油をニンニクと生姜のボウルに入れて混ぜます。最後にチキンを入れさらに混ぜます。ラップをするときに空気を抜きながらカバーしましょう。味のムラをなくすためです。チキンを冷蔵庫で寝かせます。あなたの秘密の術、30分寝かせるの術。チキンを取り出して違うボウルに卵を割りほぐして、そして火を使う時間です。油を鍋に入れ、卵と片栗粉を入れ、まんべんなく混ぜます。油の温度は180度。それではチキンを入れてから6分、8分ほど揚げます。小さいサイズだと火の通りが早いので中身がパサパサになる可能性があるので気をつけて。もし見た目がこれぐらいいい感じの茶色であればバッチリ、でもこれくらいの色はまだダメ。それでは素敵な器とロケットを用意して、なんちゃって唐揚げを盛り付けていきましょう。マヨネーズは必要不可欠。
もちろん刺激が欲しければデスソースを。いや、私は大丈夫です。うん、それがいい。いやー、美味しそう。ちょっと早く食べようよ。いらないの？私食べちゃうよ。いいの？食べちゃうからね。食べるからね。いただきまーす。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。見てくれてありがとうです。もしこの動画を気に入ってくれたなら、いいねボタンをクリックしてね。そしたらまた頑張れます。でも見てくれただけでもとっても嬉しいです。ではお風呂に入ってもう寝ます。じゃあまた次回。バイバーイ。